お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュラルやっていくんですけど、今日はですねこちら1コス5枚シリーズロイホグ編やっていきたいと思います。久々のね1コス5枚シリーズというわけで、まあ、4枚でやってたんですけど、ファイスピがね2コスから1コスになってここ最近は5枚でやってて、ちょっとロイホグね今の環境マジで強いから、強いロイホグね高回転で出しまくれば強いでしょってわけで、こちらのデッキでやっていこうかなと思います。で対空の枠に反対入れて、もう一個の枠雪玉とかウッドでやったんですけど、なんか微妙だなっていうのでスペルはねなくしてトリトンにして、まあちょっと守り固めな高回転ロイホグで今日はやっていくぜ。レッツゴー。さあマジで回転速いのでロイホグ飛ばして1コス4枚でまたロイホグが飛ばせますよっていう、まあだから1コスね5枚のメリットってまあそんなないんですけどより高回転になるよねっていう、1コス5枚入れるぐらいならね、もう1個スペルの方がねまあ間違いなくいいんですけど、さあ今回の相手はクエイコーグ、そしてバルキリーテスラがあるのでもう超きつい、超きついでしょこれ超きつそうなんですけど勝ちたいと思いますね。よいしょよいしょ。さあちょっとねでここで止めつつホグでキング起動しながらロイホグいきます。これね相手テスラ回ってんのかな、きついぞ。いやしかもヒースピがいいね、ヒースピがいいで、もしかしたらスケとかも来るかもしれないからっていうのでエレスピやって、いやーいいウッドや、いいウッドや、ここねスケが来るでしょ、どっからどう見てもスケが来るでしょって話でアイスピー、あーうおーおーおー、なんかストーカーみたいな動きしてたな。さあテスラ使ってバルキリーまだ使ってないのでバルキリーがあるっすね。なのでロイホグトリトンまで行きます、僕くらいになると。さあでヒースピでね回復させながらの、回復させながらの引っ張って、いやーまあ痛えな。で次トリトンねえからね守るの大変やっていう感じで、ちょっと忙しいぞこれ、忙しいが今テスラも使ってくれたので、ここねいやここスケアイスピで守ってからの、正直あっちでもよかったな、うん、ロイホグ、いやー回転早いからもう常にロイホグ飛ばしたいね。ハンターはもうあんま出したくないね、飾りだと思って。でクエイク削りとかしたいけどクエイクがねえな本的にはねトリトンはね攻めスプル欲しくなるものの、まあ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 防衛で優秀だからね。いやヒースピーナイス。これさては気づいた、マジで攻めロイホグヒースピーしときはほぼ入るから守りが大事説ある、守りが大事説あるが、そのトリトン行かれるとちょっと話はね変わる、やばい。ナイス、行きてえなこれ、もうゴリゴリに行きたいね、ゴリゴリに行って、ウッドが来る、ウッドが、いやいい、いやいいぞいいぞ、いいのかいいのか分かんないけど結構いい流れだと勝手に思ってます。うん、さあで引っ張って、ここロイホグも行っちゃいたいね。でスピ系であの子を溶かして、いやいいぞ、いやチェーンで一発、いやトリトン、いやでもなんかめっちゃ勝ってるね、なんか思ったよりすげえ勝ってるっていう、これさもうきついでしょ。いや回転ね、これさ普通のロイホグだったらなんなら負けるよ、いやーまだわかんねえな、普通のロイホグだったらなんなら負けるが、この回転が速すぎることによってワンチャンありそう。すぐすぐでトリトン最強、トリトン出して引っ張る、でここでまあもう一発絶対入るんで、よいしょ、いやいいいい、ヒースピヒースピ、あのさあいつ邪魔なのよねキノコ、いやでもでも入るワンチャン、スケ系スケ系、いやまあバルキリーならいい。さあトリトン出して、あっ、まあまあ、トリトントリトントリトン、まあ、まあ、バカバカバカ、さあ飛ばしてあげて、これ多分1コスだけで守れる人だったら、1コスだけでホグを完封したい。いや、さすがに無理か？一発だけで、あー、いて！待って、笑えん、笑えん、笑えん。いや、笑えんが、待って、テスラこれ回んない。ヒースピ当たんな、飛べ、ナイス、来た来た来た。で、からのファイスピチェーン、あー、あとちょっと、あとちょっと、これ世界一そうです。ちなみに、スペルないんでね、これちょっと端まで止めて、ホグをね、確実にトリトンに引っ張って、アイスピも添えてあげると完封できるね。いや、いい。天才か？これあとどうしよう、これ LSP 削り的なLSP 事故ってくれよマジで、飛んでくれよ。さあ回転意識して
まあ、あのバルキリー引っ張ってあげて、いやこれ来た、絶対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 来た、後ろからうじゃうじゃ、おい、ナイスナイス、いや熱っ、これきついでしょ、だってね、マジかよバカおもろいやんこれ。さあよろしく。いやマジウッド系欲しかったんすよね、その最後の削りっていうので。ウッドかユキは欲しかったんだけど、ですけど、まあユニットの方がいいのかなみたいな、ちょっと難しかったっすね。まあトリトンでいきます。さあ高回転、オン。さあバレル、これはね美味しくいただきます。で定位置に来たバレルもファイスピって、今ファイスピだけだと近距離できないんですけど、スケファイスピとかなんかねおしゃれにやるやり方があって、オシャンティーやり方でやると完封できます。ちょっとそれをお見せします。いや熱い、いやトリトン頑張ってほしいな。おい、頑張りすぎやろマジか頑張ってほしいなって言ったものの、まさかのそんな頑張るか。いやこれさ、ずっと硬さいっかセパルか悩むんすよね。だがしかし相手はロキがなさそう。いやいいいいいい、熱い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 、なんかファイスピをめり込ませるんですよたまに。だからLSP ファイスピでポンポンって出せばいいのかな。多分出す順番が大事で、ファイスピを後っすね、ファイスピを2番目に出して、なんかタワーにね無理やりめり込ませる形でやるとノーダメで抑えれるっていう奇跡がねあるっす。いえいえ、でゴリゴリ行こうかな。これトリトンも残ってるし、13セパにしてね。さあトリトン側にもプレッシャーを与えていくよっていう、いや熱いぞ。でトリトンで守って、スケファイスピースケでも上に使いたいな、正直上で使いたいので、いやいいか別に何でもいいや、何でもよくて。いやこのトリトン HP 回復して、ファイスピーちょっと使っちゃったな。いやトリトンでも回復してくれたらナイス。いや痛い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 、ハンターも一応バレルカンプできる。そうやべやべ、ハンターの位置がずれた、位置がずれた、痛い。いやでもなんか余裕で勝てそうっすねなんかロイホグ飛ばすだけさ、もうダメージがさ高すぎるんですよね。だから施設ない相手とかに豚がマジで化け物なんだよな今の環境。マジで絶対使った方がいいっすよ、豚使ってない人はっていうぐらい強いっすね。よいしょ。さあファイスピをね使うとちょっとあんまりよろしくはないんですけど、いや痛い痛いよ、痛すぎる。さあ周りでカバーしてあげて、まあ豚飛ばせばマジで正直通るんでね、ちゃっちゃ飛ばせばいいっすね。でしっかりいろいろ引っ張ってもらって、いやーなんかもうこれあれだな、回転早いというかもう豚が強いな豚が強すぎて話になんねえなこれ。でちょっとあの1コスのさ2枚のさ完封のやつ早く見せたいんだよね、俺早く見せたいんだよね。でも全然さ相手がゴブリン、あ来たこれっすね、やべちょっと遅かったな。でパシャンって消えるんですよ、これをもうちょっと早くしとくと完封できます。遅くてごめんね。さああとはもうこれぶっぱっすよね、ぶっぱしてもう一回ローグいけるっすからね。これ今相手が右側一生懸命なってるところをさらにね左側で落としていくっていう。さあナイス、いやーヒースピが飛ばないがここでおい、でまたローグいけたんだね。いや強い普通に強い、ネタデッキなんだけどな。さあよろしく。てーどうしようかな、ロイフナイトなんか暇っすよね、ファイスプレー削ります。大型系引くと面白そうだけどな。さあユーの、まあ、ペッカとか、まあ、陸デッキっすよね、まあ、陸デッキにはトリトン大活躍っすからね。さあマジアネック、これメガネットじゃないでしょ知らんけどドスンとか来て怖えー。さあダックプリで受けられるもののヒースピが強いっすね。あれ綺麗に1コスで受けて毎回ねロイフグ飛ばせると熱いっすよね。さあ凍らして止めながらも逆も受けて、さあ突進がね嫌ですね。いやいい、なんか思ったより本当にいいぞ。さあこのトリトンね、なんか1コス系だったらもっと良かったかもしれないですね。引っ張る、引っ張って、ハンターが顔面顔面、いやこれ相手今のさ地味にコスト使ったと思うんですよね。なのでロイホグ刺します。あーファイボマンのね、ファイボガルトですが、あなた次の僕のロイホグにファイヤーボール打てますか。無理です
そしてハイスピーね、嫌がらせしていきます。ハイスピーマジでダメージバカ高いんですよ。ヒースピー91、LSP 82、ダメージそんなな、なんかね、一人だけもう200近くあるんでね。ね、200よりもあるか。さあ、スピー。おー、ペッカー。これ、逆っすね。逆行って、なんならヒースピーも欲しかったけど、まあまあまあ。さあ、逆行ってからの、防衛。防衛が、防衛地獄すぎるやろ、これ。マジかよ。うん。さあ、トリトン、ヒースピーで回復してあげたいっすね。今回の試合は。でさ、止めてあげて、しっかりね、LSP、ISP をね、うまいこと使ってあげて、いや、余裕で止まんな。お、マジかよ。いや、しかも、生きる。からの、セパって、ヒースピ添えて、いや、熱いね。あー、まあ、タルがね、いい味出してますね。まあ、僕の、なんか、マグスイというか、事故は、マザニクっすね。あの子のね、やっぱ処理が大変なんでね。ちょ、マザニクだけ気をつけながら。うん。よいしょ。やべ、反対行かれた。反対行かれたの良くなくて。まあ、でも、やばいよね。やばい、待って、300になっちゃった。300になっちゃった。いや、これちょっと、調子乗り。待ってよ。いや、ちょっと怖いぞ。いや、でもこれ耐えれるな。耐えます。しっかり耐えます。あ、ガンムシです。あれ、ガンムシでよくて、オファイブを使ってほしくて、ガムしてたら落ちないんでね。ファイブ使わないとなるとまた話は変わる。トリトン、トリトン、うちのトリトンさ、マジで働かんすね。何やってんだあいつ。でここで絶対これファイブっすね。絶対ファイブ。え、ファイブない、なんでだ。ファイブ打たなきゃ相手、あ、待って、豚がやばい。分かった。おい、あれ、ファイブ、ファイブ打ってからそんな経ってないのかな。なるほど。さあ、よろしく。ロイフがあるね。いいね。ヒースピからの行っちゃう？おん。これはまあ。なんか、ウォールブレーカーの対処がね、単体だとすごいしやすいっすね。1コス多いんで。さあ、ゴブちゃん。ゴブちゃんってことはメガナイトか？ボムとかないのかな？なかったら嬉しいな。わあ、メガナイト。メガナイト皆さん、これ餌です。1コスね。キングギドパーティーしちゃいます。さあ、1体目飛ばしてからの2体目斜めに飛ばして、はい、ありがとうございます。が近くです。しかも見てください、これ相手ね、メガネで使ったんですよ。行ってこい。でスピ系ね、大量追加してあげて、ファイボじゃない限りはね、もうおれ、ネクロか。ネクロ結構やばいね。ネクロさてはやばい気がしてきたな。ネクロの処理がね。おーん。なるほどね。さあ、トリトン、ちょっと頑張ってもらって。トリトン、ちょっと、そっち、早く引っ張ってくんなきゃね。怖いのよ、僕も。さあ、いいね。とりあえずスピーキーで耐えて。いや、思ったより受けたね。思ったより受けたし、まあでも、豚は積極的にね、メガネているとしても、セパレーはね、関係ないっていう。さあ。右側がね、より入っていきます。いや、しかもこれトリトンバカ強いぞ。これもう一回キンキギドしようかな。か、トリトンでもいいんだけどな、おとなしく。うん。もう一回キングギドって意味わからんですね。やべ。あ、しちゃったっすね、これ。ふっ。後ろ向いてもらって。ふっ、後ろ向いて。痛いけど、まあ、キングギドしてるからね。これ、次、ロフグ行けば。いや、うまっ。マジかよ。おい。ヒースピー、エレキピョン、火力でかいよ。あ、ウッド欲しい。マジでウッドが欲しい。1200あれ耐えたいね。1200耐えれるかな、でも。うん。さあ、攻めたいっすね。今非常に攻めたい。攻めたいが、攻めるとちょっと怖いので、一回盛ります。ハンター初登場。初登場か？ちょっとわかんないけど。で、引っ張り意識の、うわ、高めっすね。いや、うまい。相手さ、ウッドが極まってんだよ。ウッドだけ異常な極まりを見せてる。さあ。ですが。やばい、逆がやばい。守れるぞ。守れるが、160だな。160の削り方募集します。拡散が事故んねえかな、これ。ワンチャルよ。
自己もう一発、おーもう一発打ってくれよ。さあちょっと回復、相手主軸系なかったもんな。いやうまいんだよな、ウッドがうまい。ウッド使った、いや耐えるね、耐える、レッツゴー。いやこれは来たっすね、ナイス。メガネのコストなくね、グッドゲーム。よしよし、トリトンハンターいれば正直この豚の枠何でもいけると思うので、なんかあのコメント書いてくれるとね、ちょっとその辺やってみようかなと思いますね。さあよろしく、プロフェストンライブ。豚初手なんか固めるかセパるか悩むっすよね。でもセパった方がいい気がするな。結局後半になってユニット固められてがちょっと怖いので、セパって相手が取りにミスってみたいなね。さあナイス。さあこれトリトンで豚1匹ずつね、肉にしていきますからの、暇なのでこれでトリトンのね HP をちょっと延命させながら、ファイスピで削りながら、トリトンヒースピ、おーインドか、これまあ行くっすよね。とりあえずあボンバーエレジャイだ、エレジャイだ、マジか、エレジャイ、エレジャイのコストないよな。まああってもあれだな、正直トリトン2周回るっすね、余裕で、余裕で回るし、いやこれ勝ったなこれ勝った説ない、相手もうきついでしょこれ。あこれ無視してこのトリトンにライト打ってきたら嫌っすね。いやちょっとライト警戒でも早めにやっちゃいます。うんー痛いが、いや俺の方が多分ダメージ与えるんじゃない。いやいいよ、エレジャイ久々に見たっすね、久々に見たね。これがねトリトンじゃなかったらちょっとやばかったかもしれないですけど、ユキとかね、ユキとかだったらさすがにきつい気がする、エレジャイは。まあだが私はトリトンです。あと1800か、これキングいっちゃおうぜ。ローガと3、4周ぐらいすれば落とせそうじゃない、回ると思うんだけどな。さあ1周目で、1周目に200近く入ってくれる、ナイス。あこれキング起動俺まだできてねえのか、さっきので。それちょっと話違うな。で裏が厄介で、もう一回トリトンで引っ張ります、これっすね。よいしょ、で耐える、まあ耐えなくてもよかったんだけどな。だから防衛せずにキングボコボコに行くっていうパターンもあるし、どっちがいいんだろうな。いやいいよ、トリトン、トリトンマサネクやるのナイス。いやハンター、ハンター君だよ、全然だよ、全然やき君。ファイスピの範囲でやられんかな、エレスピの範囲でやられんかな。これはさもう一回ちょっと豚いきますね、どうせライトニング打ってくれるんじゃない。ライト打たないと、いやこれ耐えれる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 、アイスピー凍らして、ナイスナイスナイス、耐える、いやマジで耐えた。トリトンの回転が早すぎる、早すぎる、トリトンが早すぎて、さあまさかの耐える、もう落とされても800はいけた気もするね。さあナイス、もう超攻撃点トリトンデッキだこれ。さあよろしく、いや、ローフグねえな。まあ、ファイスピで削って回します。いや、1コスしか来ねえな。8分の5、1コスですからね。そりゃそうか。さあ、アイゴレ、まあ、バルーンかホグか。あー、もうバルーンっすね。もう、ランバーの時点で、バルーンかゴレラ2択なんですよ。まあ、あと、人気デッキの可能性もちょっとあったわ。ごめん。いや、人気デッキっぽいですね。でも、人気デッキってローフグきついんですよね。はい、飛ばします。まあ、ファイボがあるよね。さあファイボがあるものの、ファイボ相手ね1枚しかないので、僕はね高回転で豚いっぱい飛ばしたいっすね。さあナイスで、ハンターここ延命してあげようかな。ワンチャンアジアチャの犬器あるんですけど、まあ、アジアチャの犬器来たら逆サイ、いやこれ回していいな、これ回して、あーでかいハンターの前に行ってほしかった、ハンターの前に行ってほしかった、行ってくれたらもう神だったな。いやーこれもったいないな、やっぱ回転範囲のもっとね生かさないとね。でここはあのマジアチャキング起動をちょっと狙っていこうかな。うん、引っ張って引っ張って、よいナイス、キング起動したことによってこっからね防衛が楽になりますね、キングが助けてくれるので。
まあ、あとは同サイドというよりは結構逆サイ目もね意識して攻めていきたいですね。僕は普通に多分お、やばい、あのあれなんですよね、片サイドだけだとカウンター受けることになるので、ランバーとかねインドラとかで守って、よいしょ、この1、3はでかいですよ。右もそこそこに熱いし、左もそこそこに熱い。さあ、ファイブを使った。いや、オッケー、タルだけで守る。これ結構入るからな。いや、マジで豚、えぐいよね。今のでほんと1000ぐらい削ったんじゃねえかっていうぐらい削ってる。さあ、相手にね、休憩させたくないっすね。うん。さあ、ちょっと回して、回して、いや、ゴリゴリ行くよ。ゴリゴリ行って、トリトンはマジで強いから、トリトンはいっぱい出していいっすね。ゴリゴリ行きましょう、ゴリゴリ。ファイスピでね。さあ、ユニット使えよっていうね。よいしょ。いや、いいね。で、ファイボが多分回ってねえんだな、あれ。回転的に。で、またトリトンで俺は守れて、で、もう一回ログ飛ばすと、このログにね、相手絶対ファイブ使う。いや、そっちじゃない。トリトン?いいね。で、ここちょっと耐えたいよね。トリトン引っ張る。いや、強えぞ、マジで。なんか負ける気がせんっすね。さあ、ロイフグ行って、これファイブないんでね、もう勝ち確ぐらい。あ、ヒースピ飛んだら熱い。あー、飛ばんか。飛ばんが、いや、豚が、強すぎー。あー、待って、77世界一削れないんですけど。相手も豚を止める方法がないっすよね。さあ、ナイス。しかも相手77だ。いいことあります。神っすね、このデッキ。さあ、よろしく。行くぜ。ロフがないね。いけないね。さあ、あん。天才か?おい、ログ最後やないかい。まあ、ファイスペー削っていきましょう。タルババっていうのはマジ、ロイフグしたら助かりますね。その、ウッドとかが意外とロイフグのダメージを抑えられるんでね。ウッドだと、厄介ですが、さ、今回の相手は、ゴレっぽいっすね。ゴレか、まあ、バルーンの2択かなと思います。これ、バルーンフリーズワンチャンありますね。なので、レイジ外します。で、ハンターを、これ2発で一応止まるんですけど、ハンターのエイム的に。さ、ナイス。で、これトルネが回ってないので、まあ、あとはね、カウンターでもあるので行きます。いやー、このヒースペーちょっとヘッパコでしたかね。ふっ。いや、これはいけるな。まあ、フリーズをされてしまうと、バルーンは絶対通るんですけど、まあ、相手逆にフリーズをしなきゃ通らないので、まあその分僕は攻めまくってね。なんならこのボーラで緊急動できた時にはもうね、勝ち確ですよ。さあ、ナイス。トリトンハンター強えな。さあ、ライドラですね。そうだね。フリーズとトルネタル。うん。まあ、ライドラがちょっとね、めんどくさいですね。僕からしたら。よいしょ。まあこれ、ローグで言っていいと思いますね。もうなんか、いっぱい攻めまくってなんぼみたいな。うん。変に守ろうとしても、どうせ守れないので、そうですね。こんな感じで攻めて、ここに相手はバルーン絶対出したいので、まあ、逆サイに引っ張ってね、レイジをバルーンの半円から外したいっすね。うん、うん、うん。さあ、相手がちょっと学んできましたね。一回、置いてきましたね。ファイスピキズリー。さあ、スケで。おい、これもこっちっすよね。で、ヒースピまで行って、これだってもう、勝ったよな。いや、ヒースピナー回復してほしかったな。で、トリトンはマジ2、3周ぐらい回すイメージで。行こうか。で、これ高めに出して、ハンターもう1周回します。よいしょ。ああ、いや、いい。いや、耐える。オッケー、耐えた。あと400だね。このボーラー大丈夫でしょ。よしよしよし。1000、いや、結構受けちゃったな、でも。で、ここ2周目っすね。左側狙っていかないといけないかも、俺。さあ、スピ、いや、待ってよ。右落ちたら神落ちて、落ちるんかい。マジかよ。さあ、どっちに来る?さあ、これを引っ張って、で、スピで止めると、絶対これフリーズしなきゃね。フリーズしなきゃ。耐えれる。オッケーオッケー、ナイス。いや、ハンター。お前、ハンター強すぎ。おー、マジ。いや、めっちゃ勝てる。めっちゃ勝てる、これ。
めっちゃ勝てるぞこれ、思った以上にね。さあナイス。いやマジ高回転って偉大っすよね。ね、ローフグ飛ばして言ったら4コスト使ったらもう1回ローフグ使えるってありえないっすよね。さあ行くか。おー行っちゃおうか、暇だし。あれアイスピで一応完封できるの、完封というかこう抑えれるんですけど、ちょっと遅いっすね、タイミングむずいっすからね。さあヤリゴブ、コウモリ、メガナイトコカツとかかな、ちょっと嫌ですよね。小物系メガナイトあって小物高回転ですね。まあ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 、相手の小物はいいんですけど、いやよくねえな。ヤリゴブリンとか絶妙に厄介ですよね絶妙に厄介だなこれ。よいしょ。でハンターは回復してあげてね、ハンター強いんでね本当に。でこれセパですね、どうせ踏まれちゃうんでね、メガナイトに。まあどっち踏まれるかはわからないが、どっち踏まれるんだろう。さあ、右エレスピ飛ばしてもよかったけど、これ近畿度狙いたいですね。さあ真ん中スケと斜めでエレスピで、よいしょ、で止めてあげて、さあナイス。いやいいね、キング起動してしまえばこっちのもん。そして多分回転的にもメガナイトは回らないと思うので、ギャングでスピがザップだと思うから、うん、まあでもこれカンハウシマイなんかやられたら終わりそうだな俺。まあスピ系で対応か。とりあえず割ってから始めよう。一旦割ってもらってエレスピとかね。いやスピがねいいぞいやめっちゃ勝てるぞこれ、マジかよ。あるな170って、もう豚がかすればいいからね、鼻の先ちょこんでいけるからね。あとしっかり守るが大事で、ケツメガナイト来たら逆サイぶっぱ、あーまあそっちならね、こっち逆サイぶっぱしたところでなるんで、まあ守りましょうかね。トリトン4周ぐらい回すイメージでいきましょう。うん、トリトンマジ強いんでね。さあトリトン回して、あとはこのインドラのね竹邪魔なので、インドこうやってね後ろに下げますけど、あーでもうちょっと綺麗に守りたいぞ、もうちょっと綺麗に守りたい。 LSP よいしょ。さあさあさあ、いや37秒だ、37秒耐えるだけ、耐えるだけって一番苦しいっすよね。耐えるだけっていうのがマジ一番難易度高い。さあさあちょっと飛んで LSP、 うちの LSP 溶かしたいね、溶かしてヒースピで回復しまくってね、ハンターとかを回復しまくれば OK、 ここまでくれば耐えるね。いいね、なんかロイホグ高回転もさめっちゃ強いし、単純にトリトン高回転、ハンター高回転も強いから、なんかいいね、なんかバランスがいいまさかのこんなデッキが。さあというわけで次勝てばねグラチャレ12勝いきます、いきたいと思います。さあ来た、ギジよろしく。これこの前のも当たった気がすんなこの人、俺の記憶が正しければ。さあなんか1枚さえたら逆ロイホグぶっぱいきたいな、来なかったらセパります。いやこれ勝てば12勝だよ、あるかな。さあ豚セパウィザードユーノ、いやこれなんかメガナイトウィザードのライトニングみたいなデッキがね一応あったんですよ。いやもしかしたらそれの可能性があるっすね。ゴーストあってザップだったらですけど、あーでもヤダメなんで全然違うっすね。メガナイトビス、とりあえずまあチンパンか、とりあえず削って、まあまたわからないのでセパっすね。うん、セパってヒースピーいらんかもなこれ。いやでもいいや。さあ左が結構入るかな、ユーのウィザードスケルトン部隊。いやなんだろう、うわスパーキーでしたね。いやスパーキーはウッドとかが欲しいけど全然頑張れるよねっていう世界線っすね。うん、LSP ちょっと冴えちゃったら痛いけどね。さあ引っ張って、うわすげえ、まさかのそういう感じ。いやこれでもハンター回るんで守ります。2発かな、2発入る。まあまあまあ。1発でかい。で、ヒースピでとりあえず回復してあげて、スケルトン部隊とか。いや、これ突破できねえか。君たちは突破できないのか。いや、突破できるぞ。いや、ハンターナイス。熱。いや、ハンターが、いや、強い。ハンターが強い。そして回転が速いことによって耐えた。今、スケルトン部隊はいない。
まあ切ってウィザードだな。後ろから行ってもいいけど、もうちょっとダメージを稼ぎたいですね、今の間に。うん、バルーンスパーキーですね。えぐいデッキ引いたっすね。いやでも、いや左が結構行く。いやウィザードちょっかい出してくるな。さあ、トリトンナイス。ハンター、あ、それうまい。でも強い。でもハンターが強い。トリトンも強い。いや、いいね。やばい、これ、ウィザードが殴るよね。そんな気がした。で、これスケルトン部隊いるんで、スケルトン部隊突破するようなスピ3体。あー、突破できねえかな。いや、いい、ナイス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 。いや、バカチェーンするやん。ナイス。いや、問題は俺これ、削り切れないで負けるからんで、それだけはちょっと勘弁してっていうので攻めます。うん、さあスピ系出して、ちょっとスピ系出して、スピ系で耐えてほしいな。耐えてほしい、耐えてほしい。ナイス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 。なんなら、うん、あれさ、なんか引っ張れるよな。どうせならもう一個ちょっとクラン欲しいよねっていう。さあ引っ張って、引っ張って、こっちにこっちにこっちに、いやそっちじゃないね。さあナイス。まさかの12勝目の相手のデッキもクレイジーだったんですけど、このね爆速ローフね、超高回転12勝しちゃいましたね。さあ宝箱ウルトラレアゲット、まあお金ですね。はい、というわけでこのね超高回転 2.1 ローフ1コスト5枚でまさかの12勝できましたので、ちょっと皆さんもネタではあるものの強いかもしれないのでね、ぜひこちら使ってみてください。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。